静かに。2001年9月のナリという台風を台湾に襲って、すごい大雨が起きて、うちの近くで洪水になりました。洪水のせいで、電気も数日なくなってしまいました。とても困る経験でした。そして私は住んでいたところだけじゃなく、市はすべて洪水を襲われました。国もいろいろな被害を起きられました。新聞によると、市の地下鉄は洪水にひどく壊されました。壊されたらしいです。近所の地下駐車場もプールのようなになってしまったらしいです。駐車場にあった車、駐車場にあった車が水に沈んで、壊されてしまいました。今回の災害に死者は104人、傷者は265人がありました。すごく人方ようです。洪水に災害を遭わないように、地下施設の出入り口で防潮板を立てることしかできません。そして砂袋も用意した方がいいじゃないかと思います。質問あります。はい、よくできました。